すいません、お願いします。インターン制度ってちょっとよくわからないんですけど、今は食料問題とか起こってる中で、食物の生産っていうのをどんどん少なくしていくっていうのは、やめた方がいいんじゃないかなと思います。はい、やめた方がいいという話ですね。どうぞ。いや、どうぞ。はい。声しか取らない、取ってないですよ。大丈夫。顔は取ってないから大丈夫です。ジェンダー政策はやめるべきではないと思います。目が余っているので、腐らせてしまう。はい、やめるべきじゃないという意見が出ました。はい、どうぞ。この辺は、はい、はい、長期的に見たらやはりやめるべきだってことですね。はい、どうぞ。私たちは減反をやめるべきという結論になりました。それはただでさえ日本は自給率が低いので、お米が作れる環境があるのだから作った方がいいということ で、お米が余ったら輸出したらいいと思います。はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。いいですね、真っ当な意見じゃないですか。いいと思いますけど、どうでしょう、この辺のチームの人。はい、現実的に考えると難しいと思います。はい、ありがとうございます。どうですか、この辺のチーム。はい、やっぱり長期的に見ると減反政策はやめるべきだと思います。うん、個人的な意見なんですか。いや、もういいよ、全然個人的な意見。田舎は農家なんですよ、米。あ、そうですか。で、やっぱりやめてほしいな、減反政策をやめてほしい、はい、農家の意見としても、はい、あ、そういう意見ですね。はい、ありがとうございます。はい、どうですかね、この辺のメンバー。はい、減反政策はやめるべきではないと思います。なんでかっていうと、今お米を作り、余ってるから減反をしていて、作りすぎてもお米はそんなに売れないかもしれないし、農家を継ぐ人人口自体も減ってて、減反をやめても土が余って逆効果になるかもしれないので、今の時点では減反をやめるべきではないのかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、どうですか。減反政策をやめるということに対しては賛成で、米の価格の低下ということを引き起こしてしまうという可能性はあるんですけど、日本の自給
給率自体が下がっているので、せっかく作る機会がある米というものを作って、他に何か利用できる方法を探すというのが一番いいかなというふうに考えます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。この辺のチームの、将来を見据えると、減反政策はやめた方がいいと思います。ただし、今の現状では多分農業に従事している人がすごく高齢化になってきている、そして若者がなかなかその後を継ぐっていう状況が難しいので、私は若い人たちがこれから先農業とかにも夢を持ってたくさんそれをするためには、今はこの農地にはかなり法的にいろんな縛りがあって、簡単にこう誰でもが買えないような状況にありきますけれど、農業で利益を上げるためには多分たくさんの農地を持って、もっと機械化された農業というのが必要だと思うので、やはりこう減反じゃなくって、もっと自由にいろんな人が農業できるようになったらいいと思うんですが、現実やはり小さな農業のお家がすごく多いので、減反政策によって、少し補助みたいな形があるというふうに実際は私知らないんですけど聞いたことがあるので、その辺から減反してもっと自由に農業が作れるように、法的なことも含めて少し段階を追って、将来若い人たちが農業でも成果が上げられるように、減反政策はした方がいいかなというふうに思っています、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。画面が出てこない。日本の減反政策はやめるべきだと思います。今の食料問題の中で、これ以上の食料問題が大きくなれば、輸出を控える国や国内供給を重視する国が増えてしまうことと、長期的に見ると今の日本の自給率では国内供給が難しいという点です、はい、ありがとうございます。一緒ですか？一緒？一緒でいい。はい。どうですかね、この辺のチームの人。はい。減反政策に関しては今廃止するべきではないと思います。というのも、今減反政策している時点でも毎年お米は余っているわけで、今やめたとしてまた米の値段が下がって米農家の方がちょっと苦しい状況になると思うし、日本の食料自給率を上げるにはお米しかないっていうのは違うと思うんです。野菜とかも作ればその分他の野菜の自給率が上がると思うので、米に別に特化する必要性はないんじゃないかと思いました。うん、